最近ミュージック、あ、最近 TV を一夜。はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はね、家でチョコバナナを作りたいと思います。まあチョコバナナっていうとね、普通お祭り行くとね、大体屋台であるじゃないですか。でもね、僕は家で作るんだよね。使うものはこちら。じゃじゃん！チョコバナナチョコ。はい、まあね、こんな感じで美味しそうなチョコバナナが簡単に作れるってことですね。美味しそうに食べてるもんね、この子ね。めっちゃうまいチョって書いてるからね。はい、まずですね、これ蓋を取ってですね、ここに溶かしたチョコレートを入れます。で、次はバナナにこのピックを刺します。これ意外と難しかったりするんだよな。そうってやらないとね、意外と割れやすかったりするからね、バナナ。お、いい感じ。そしたらバナナをチョコにつけます。うわ、ちょっとチョコが多すぎたかもしれない。よし、チョコがつきました。 OKOK。 で、あとはこれだ、このカラフルなね、これにうっつすズクスっていきたいけど、あんまりちょっと刺さんないんだ、これが。おい、いい感じになりましたよ。めちゃめちゃカラフルでしょ。ほら、じゃあ最後はね、これなんか土台みたいなのがあるんで、ここにしっかりこうやってはめればいいんですよ。ほら、便利だよね、これね。こんな感じで簡単にセットができますね。はい、こんな感じでものすごくたっぷりチョコつけました。綺麗でしょ。はい、あとはね、少し固まるまで冷蔵庫で冷やして完成です。はい、ということで一晩が経過しまして完成いたしました。はい、じゃあ早速ね、ちょっと食べてみますか。これね、もう取り外し気をつけないとね、倒れちゃう。よし、おお、これ持ちやすくていいですね。いただきます。お、うん、うん、これは完全にチョコバナナや。美味しいですね。ちゃんとできました。これ完全僕の意見なんですけれど、意外とね、これチョコ固めなくても美味しいかもしれないですね。一晩固めてこうやって冷たくして食べるのもいいけど、そのままあったかいチョコつけて食べてもそれは美味しいんじゃないかなって思いますね。ということで皆さんもね、お家でチョコバナナね、簡単にできますから、やってみてください。今日からお家がお祭りだ。またお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック。スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。